さてまずは全国的にも大きな波紋を広げている備前市のマイナンバーカードに関する政策で新たな動きです。カード取得世帯に限り給食費を無料とするといった市独自の政策でしたが、今日市長が会見を開き、カード取得の条件をなくし一律で給食費を無料にすると突然方針を撤回しました。マイナンバーカード取得を要件としないよう制度を変更することといたしました。撤回されたのは、今月からマイナンバーカードを取得している世帯に限り小中学校の給食費などを免除するとした政策です。この政策をめぐってはカード取得が反強制的に促されているとして市の内外から5万を超える署名が集まっていました。先月23日この政策に関連した条例が可決し今月から施行されています。ところが急遽会見を開いた吉村市長、先月29日に地方創生に関する国の臨時交付金の給付が決定し給食費無料化の財源ができたとして波紋を広げていたカード取得の条件を撤回すると発表したのです。ここの市民の皆さん方がどのような思いで例えばインセンティブを考えて取った方もおるでしょう。それは分かりません。ただ強制したことは一切ございません。ここでマイナカード取得をめぐる備前市の政策について改めて振り返りたいと思います。この政策は市が独自で行ってきた小中学校の給食費、保育園や子ども園の保育料無償化などの子育て支援を備前市が今年度からマイナンバーカードを取得した世帯に限るとしたもので、本来任意であるカード取得を反強制的に促し行政サービスの格差につながると反対の声が広がってきました。記者会見ではこの会見を撤回したものの行政サービスに格差を生む手法ではないかと質問が飛びました。これに対し市長は独自政策の財源に交付金などを充てるため様々な努力を行っているだけだと反論しました。同じ備前市に住んでいても、かかるお金、市から受けられるお金に大きな差が生まれると思うんです。持たない人の生活をどう保障するか。もともと格差があるような政策を私はしようと思ってません。良かれと思ってみんなで考えてやっておるんで、そういうふうな金銭的な格差を一つの制度設計したら生まれる、だからそこはおかしいという、あなたがおかしいですよ。市民の方々の反対の声が多かったとか、その反対署名が集められて提出されたみたいなことは影響はしてない？全くありません。まさに急転直下の条件撤回に備前市民からは、国の補助金を受けたから撤廃するっていうのもちょっとやっぱお金目当てだったんかなっていうところはちょっと正直思いました。市民の意見を聞いたっていうわけではなく本当お金で判断したっていうところにちょっと憤りは感じますね。みんなあの方々の人がね、要するにあの市長はもう強引じゃからね、あのマイナンバーカード作らそう思ってそれにしようんじゃろう言ってな言ったけど、公平であるべき行政による住民サービスに格差が生まれると波紋を呼んだ今回の政策。春川さん、今回の会見どのようにご覧になりましたか？はい、あの市長の1時間半の会見すべて聞きましたけども、まあ、一言で言ったらちょっと不誠実というか議論のすり替えというかですね、あのそもそもそのお金がないからその無償化するのにこうマイナンバーカードで紐付けたっていうんではなくて、まあ、市の説明によるとそのマイナンバーカードの普及率を上げるために動機づけ、まあ、インセンティブのためにだって言ってたのに、まあ、突然というかまあ前から多分分かってたんでしょうけども交付金が入ったからじゃあ政策変えますっていうのはちょっとやっぱり非常に分かりにくい説明でしたね。急転直下の変更だったと思います。今回の政策についてはどういうふうに考えてらっしゃいますか？
まあ、そもそもやっぱり任意であるあのマイナンバーカードと無償化を紐付けるというのは、まあ、永田町なんかでもよく言われますけど、あまり筋の良くない政策だなというふうにも思いました。そもそもね、筋の良くないというのは、筋の良くないというのはやっぱり無理にこうなんていうか紐付けてしまうという無理筋ということですね。筋の良くないというのは、で、あの議会でも8対7でギリギリに通ったんですけども、なぜそうなったかというと、その背景には要は国が地方交付金を決めるときにマイナンバーカードが普及している自治体にはいっぱいお金渡しますよという政策が後ろにあるので、まあ備前市がやりたいことも分かるんですけども、まあそれにしてもなんていうか、あの私が一番思ったのは、市民の反対の声を受けてね、政策を変えるということは全然これ恥ずかしいことも何でもないんですよ。あのそもそもどっちかというと、市民の声を聞いて変えるというのは、私たちの声聞いてくれてるんだという地方自治の一つのあり方だと思うんですけども、まあ、でも今日 の市長の意見というか市長の会見を聞いてたら、 VTR にもありましたように、いや市民から反対署名があったりとかね、反対の声があったから変えたんではないって言い切りますし、あの混乱ありましたよねという話に対しても混乱なかったっていうふうに言い切ってらっしゃいますよね。だこの辺がやっぱりこうなんていうか、無償化っていうのは素晴らしい取り組みだと思うんですけども、はい、こうなんか説明するところがこう不十分だったなという思いはありました。ただあの大阪でよく取材してて思ったんですけども、大阪の維新というのもよくやってたんですけども、今回の市長の会見もね、あの質問、同じような質問になったのでって当局の人が止めようとしたら、市長はいやもう最後まで質問がなくなるまで受けるっていうとおっしゃってて、非常にその姿勢は評価するところではあるんですけども、肝心のやっぱり説明がね、もうちょっと丁寧にやってもよかったんじゃないかなというふうに強く感じましたね。市民にとっても十分な説明が必要だったなと私も感じました。さて今回のマイナカードの取得条件が撤回されたのはご覧の6つの項目です。小中学校の給食費や学用品代、保育園や子ども園の給食費、教材費など、こちらの6つの項目が撤回されました。保護者に混乱をきたさないために学校関係者を通じて早急に変更を通達したということです。